おはようございます。10月5日、ここの会の金魚ラジオ第103回になりますね。昨日ね、上げた動画、再生数も結構言ってて、まあ、井上さんもさすがに、やっぱ、みんな気になってるんだな、という話の方。まだね、3週連チャンで続くんで、ぜひ、気になる方は行ってみてください。まあ、行ってね、早い時間に並んで、魚買うのも大事だと思うんですけど、そういう時間に行ってね、ゆっくりその生産者のこととかを話すっていうのもすごいいいと思うんですよね。まあ、ずっと入れるんだったら、ね、最初買って落ち着いた頃にね、魚の話とかしてみると、すごいどういう風にして作ってるっていうのがわかるんでね。今回アロさんが、ね、いればアロさんの話も聞きたかったんですけど、まあ、こういう魚ね、すごい丁寧に作って、繊細で綺麗な魚だよねっていう評判が、いい魚なんで、どういう風にしてこういうのを作っていくのかっていう話も聞ければ今度はよかったんですけどね。まあお忙しいと思うんでなかなかねあれだったんですけど、スターマンさんの方はどういう風な感じで魚を作ってるかっていうのも説明しながらちょっと動画を撮れたんでよかったかなと思っています。でいろんな系統のね魚がいると思うんで、その魚のね成り立ちっていうのはどういうものか、ね、これはこういう風になってこういう風になってるから来てるよって分かると、そういうので魚がねどういう風になっていくのかっていうのは分かりやすいのかもしれないですよね。そう、江戸川ロスキーの中にはその柳デメキンが出るやつがいるっていうのも分かったんでね。であとはその3歳になってから芽が出てくるのもいるっていうんで、このデメの認識っていうのは不思議なものだなと思っています。柳デメキンのこのタイプだけなのか他のもそういうものなのかちょっと僕はまだわからないんですけど、デメキン自体そんなにやったことがないんで、あれなんですけど、そういう風になるっていうのはちょっと面白いなっていう風に考えています。なので今ね、黒いところに入れて買い込んでる感じなんですけど、まあ、炭がね、上がってくるといいなと思ってます。柳デメキンは長手でなんかの芽が出てるのもなんか楽しく、なんかかっこいいなっていうのが昔から好きですね。だからアルビノのキラキラの柳デメキンもいるんですけど、マルテノなデメキン系というのはほとんどいないです。今いるのはこういうぐらいですかね。というぐらいそんなに飼ったことはないんですよね。ガキの頃はなんかデメキンとライギョ一緒にいて、ライギョに目を食われたっていう残念なこと、あれは多分小学校1年生ぐらいの時ですかね。まあ本当に何も知識がなかったんですよね。かわいそうなことをした記憶が、金魚すくいで救ってきたのが確かプロデメキンだったと思うんですけどね。そういうわけのわからないこともやってしまったりしてね、小学校の頃っていうのは知識がなかったんで、もっとね知識が得る場に行けたらねよかったんでしょうけど、今はねネットで調べられるからどんどん知識入ってくるんでしょうけど、本当に何にも知らないというねクソガキでしたね。そんなことがあったりもしましたが、そうだ、デメに関してはそう、ほとんど買ったことが今までなくて、多分長尾も買ったことないし、なんかいたかなって思い返してもデメキンで買った記憶っていうのはほぼないんで、大体何買ったかっていうのはある程度記憶の中にちょっとはあるんですけど、デメキンはそうです、多分買ってないと思いますね。そうだから保留ぐらいです、本当マルテでデメキンっていうのを買ったの、アデメの魚を買ったのは。龍眼とかかっこいいなと思うんですけどね、ただまあそれをそこに手を出すほどまで僕はまだそのデメキンの魅力っていうのは分かってないんだと思いますね。まあでも長尾なんかすごい綺麗だと思いますね。変わった金魚は好きなんで、変わったやつでデメとかだったらもしかしたらあって思うのかもしれないですけど、まあ、自分も今のね好きなやつだけ言うと、柳デメキンが一番好きかなってデメの中ではって思っています。なのでそのね、デメキン、柳デメキンね、大きくなって立派な姿になってくれればいいなと。炭の上がり方はすごいいいんで、これが飛ばないでしっかりね、残ってくれるとかっこいい魚になるんじゃないかなっていうのを選んできました。あとは、勉強会の方は着々と進んでいてという感じで、そうですね。なんで24日お会いできる皆さんと、で一応動画の方もね撮りますんで、
来れなかった方、行きたかったけどまだちょっとどうしたらいいかなって思ってたりとか、まあ予定が合わなかったりとか、まあいろいろ理由があって行けない方たくさんいると思うんですよね。だそういう方にもね、どんな感じでやったか、どんな魚を持って、まあできればその説明を入れながら動画をね、載せたいなと思っています。勉強会の動画だったんで、ただ魚を取るっていう感じよりは、できればこの魚はこうするといいよっていうようなところとか、まあここはいいよねっていうところを含めて、あとは買い方の話でね、ちょっとでも、まあ動画に全部はできないと思うんで、まあ触りの部分でもちょっと紹介できたらいいんじゃないかなと思っています。まあそれでね、興味を持って、さらにね、来年以降、ね、第2回目を開催するときにね、たくさんの人が来て欲しいって思えるような、集まりにできたらいいと思いますんで、まあ1回目でね、ちょっとやってみて、2回目、3回目で長く続くようなね、集まりにしていきたいと思っていますね。どうしてもやっぱりこの時期、10月から11月って、そういうイベントごとが多かったりするんで、まあ金魚なんかはもうそうですよね。この辺の時期で仕上がってくるっていうことなんで、なるべくね、来年は被らないように考えてちょっとやっていきたいと思っています。まあもちろん研究会に来てる方でもね、やっぱり品評会がね、メインで考えてる方いらっしゃると思うんで、品評会あったらね、そっち行きたいなってなっちゃうと思うんですよね。だからそっちの品評会の方をね、優先されるのはもちろん大事だと思いますし、そういう魚はね、作ってる、一生懸命やってるのは、やっぱりその評価してくれる場所っていうのはすごい大事だと思うんで、あ、本当今年こんなだ、まあ去年今年でこんなで、まあ、僕が金魚をね、やり始めてからずっとこんな感じなんですけど、まあ来年はもうちょっと良くなっててほしいですよね。今本当コロナの人数が減ってるっていうんで、このまま収束してくれたらいいのになとは思っています。そうすればね、まあ忘年会とかもやることができるし、いろいろとね、やりたいこと、今までできなかったことがね、また再開してできるようになると思うんで、そうなってくるとね、やっぱり金魚、一番大事なのは、その品評会がないということで、やっぱり、一定数の人がね、ちょっとなんていうんですかね、心が折れてしまっている方がいるっていう話をよく聞くんですよね。本当、大会ないっていうと、もう本当みんな残念だなっていう話をよく聞くんで、まあ、僕は大会を目指してそんなやってるわけじゃないんで、全然、あれなんですけど、やっぱり大会ないと、そうですよね。みんなやっぱり評価されるっていうのはすごい、自分の魚これいいよねっていうのを、まあ一生懸命作った魚みんなに見てもらってね、評価されたいっていうのはすごいあると思うんで、それはどこのね、業界でもそうですけど、まあ錦鯉なんかはもう最たるもので、ね、あれは本当にね、トップの人たちはもう評価されるような魚を手に入れてね、それを仕上げてっていうのをね、まあ、養魚場でしっかり仕上げてもらってとか、まあ自分でやってる方もいますけどね、そういう風にやってるんで、そこがね、できないっていうのは確かにちょっと、寂しいですよね。なんでどうにか、いい世の中になってほしいなと思っています。今日一応と、動画を編集してあげる予定なんですけど、動画自体がすごいたくさんあるので、ちょっと今日本当にあげれるのか、まあ一応今日あげる予定だけど明日になっちゃうかもしれないですけど、一応ちょっとね、リンクとかも貼って飛べるようにしておいた方が、お店さんにね、すぐ問い合わせ、あと多分乗ってない魚がいっぱいいると思うんですよね。だからそこがあるんで、乗ってない面白い魚もいっぱいいるんで、本当はね、一番は、一回お店に行ってね、あ、こんな魚いるんだっていうのを見てもらったらいいかなと思ってます。その中でね、やっぱりあれこんなのいたんだ、ただ掘り出し物みたいな魚いたらね、嬉しいですね。僕もだからアルビノのね、三種錦はね、そう、掘り出し物だなと思って嬉しいですね。こういうの好きなんでね、まあ、アルビノってだけですけど、アルビノの中でさらに変わった形してるっていうのが好きなんでね、まああとは赤目をね、ちょっともっと探していきたいなと思ってるんですけど、なんでね、動画ちょっとうまく上げて、お店さんにもね、お客さんがいっぱい行って、ね、通販でもお客さんがいっぱいね、注文が入るような感じにできたらありがたいんで気になる方はね、ぜひお店の方を訪ねてみてください。確か駐車場がね、パレットさんは近くの
ところにあるんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないので、もしあれだったら駐車場はね、問い合わせてから行っていただいたり、もしくは着いてからね、車どこ止めたらいいですかって聞いていただければ、あの、教えてくれると思いますので、まあ本当にね、近場に欲しかったなっていう金魚屋さんですね。僕もあれぐらい魚揃えてやれたらいいのかなと思うんですけどね。本当に金魚が好きなんだなっていう感じのお店さんです。なんでその動画1本にするか2本にするか、ちょっと今、まあ、作りながら考えようかなとは思ってるんですけどね。結構長い動画にはなると思うんで、1本にすると見てほしい魚もいるんでね、そういうのをちょっと見ながら、検討してもらえればと思います。で、まあ、あとはその昨日も話した二之口さんの販売会行った後にね、車で Google マップで調べると、あの、最短ルートを示してくれるんで、で、ただ調べた時にパレッツさん出てこなくて住所で入れたんですけど、でも前は出てきたと思うんで、僕の検索が悪かったのかなと思うんで、ちょっと見ていただいてね、あの、もし行かれる方はそれで調整してね、あの、 Google マップでやれば下道でちょっと、あの、山道みたいなとこ走ったりするんですけど、下道で行けるので、だ、帰りだけちょっと、あの、設定をしっかりして、近いね、高速の乗り口を見つけてもらえれば。僕は圏央道行っちゃったから、ね、ちょっと遠回りした上に渋滞にはまってしまうというね、大変な状況になってしまったんですけど、なんでそこをちょっとうまくやっていただければ、多分そんなに遠くないし、まあ、井口さんでいい魚見て買って、バレットさんでもいい魚見て買ってっていう、ね、一個の流れができるのかなと思っています。という感じでね、まあ、金魚屋さん情報をもっと教えていただければ。あとどこが行ってないのかなと思うんですけどね、近場はもうほとんど行き尽くしてしまった感があるんですけど、僕が知らないお店も多分あると思うんですよね。あとは熱帯魚のお店なんだけど、実は金魚結構いるよみたいなお店もあると思うんですよね。まあ、そういう情報があれば、ぜひコメント欄に書いてください。あ、そう、井口さんのね、あの、コメントもいただいてありがとうございます。そう、あの、いい魚いっぱいいたんで、本当、あの、良かったです。あと、外人のさんからね、あの、豊田さんの、あ、豊田さんの魚が、あの、これは白くなるんですかってコメントがあったんですよね。やっぱり、あの、青い感じの成分とかが抜けちゃうっていうイメージが海外の人にあるんでしょうね。じゃあ、豊田さんの魚、逆にね、炭上がってきて真っ黒になったりするんで、そうだ、向こうの人からするとそれが信じられないんでしょうね。で、まあ、しっかりとした名前としてはないんで、豊錦って伝えたんですけど、豊錦で調べても出てこないっていうふうに言ってたんで、そうなんですよね。だから、なかなかその外人さんにはね、気になる人がいても調べづらいところなんでしょうけど、まあまあ、東洋の魔術師みたいでいいですよね。なんで、あの、そう、もしかするとね、そういうんで海外の方からこの色が注目されてね、炭がもっと上がるっていうので、あとはその炭でも、ただの真っ黒の炭じゃなくて、あの、今トヨさん、トヨエスさんが目指しているのは土留め色の魚を目指してるって言ってたんでね、土留め色の魚でね、まあ、世界的に認知されたら面白いのになと思ってますね。だ、そういう時代が来るといいなと思うんですけど、まあ、海外はね、長物っていうのはあまり好まない傾向があるっていう話は前から聞いてるので、丸物がね、大好きっていう。なんでそこがね、そっちに持っていかれるのかどうなのかわかんないんですけど、ただ、あの、日本のね、金魚の技術っていうのはすごいと思いますんで、その技術を世界に逆に発信してね、日本のこの魚すごいっていうのを思わせてね、海外企業に負けないようにね、頑張っていけたらいいんじゃないかなと思っています。まあ、正直トレーサーの魚ね、まあ、数が少ないっていうこともあるんですけど、やっぱり売れ行きでいうとすごい売れ方をしてるっていうのは正直見ていて思います。だから僕はね、あの、まだ生産能力がゼロなので魚を作れないんですけど、まあ、作れてないですけど、トレーサーにね、あの、本当こういうすごい魚がいるんだよっていうのを、まあ、いろんなところに伝えていきたいし、まあ、他にも伝えていきたい方の魚っていうのはいろいろいるんで、
ね、こういうのを伝えて、ね、まあ、地金魚もそうなんですけど、やっぱりあの外人さんからの、ね、評価結構高いんですよね。やっぱり向こうにはいないものなんでね。で、日本のね、ただ地金魚に関しては作りが難しいんで、じゃ海外に持ってってね、同じものがすぐできるかって多分できないと思うし、じゃそれをやるだけの労力、手間をかけてね、海外の人たちがやるのかっていうと、そこはちょっと何とも言えないんで、やっぱり日本のね、愛好家さんを中心にやっぱりね、ずっと維持されていくものかなっていう認識はありますね。まあ、やる人が少ないっていうのは、まあ、あと場所も取るんでね、なかなか普通の一般の人がポンとね、できるかっていうと、難しいところもあるんでしょうけど、ただやっぱりいい魚なんでね、それを残していかないといけないし、だから本当、大阪ランチもね、どうにかしていかないといけないと思うんですよね。やっぱりいろんなところで聞くのが、大阪ランチやってみたけど小引きしてね、ほとんど子供が残せなかったっていう、まあ、それは養魚場さんもそうなんですけど、まあ、確かに商売として考えるとね、数が残らないのはあれだし、まあ、あとは普通の、ね、初めていきなり小引きしてね、全部ダメだった時とかってね、心が折れるんですよね。僕もちょっと折れそうになりました。なんで板谷さんの、ね、系統がかろうじて残せるようなのがいたので良かったですけど、いや本当全部ダメだったらどうしようって思ってたんで、そう残ったのが幸いでしたね。だまあ大阪ランチュに関しては完成度がまだやっぱり低い魚なんだなっていうのは正直やっていて思いますんで、これからねそこを改善していかないといけないんだと思います。魚としてはすごい素晴らしく綺麗なんで、渡辺さんの魚見ても分かってもらえるようにね、まあ、もちろん朝食してる魚ね、すごいビシッとした色になってるのもかっこいいんですけど、ただやっぱりその朝食をしないっていうのはもともとのあれだったんで、実は朝食したっていうのが見つかったのが最近なので、それまで朝食しない方向で色をね規定の模様にするようにやってたんでしょうね。なんでやっぱり規定の模様に似た魚っていうのが結構出るんですよね。そう考えると朝食はちょっとっていうふうに思ってる方もいっぱいいると思うんですよ。僕そんな技術ないよとかっていう、まあ、僕もそんなに技術がないんで朝食うまくいかないんであれだったんですけど、魚のね種親さえ選べばちゃんとそういう子供が取りやすいのがね出てくると思うので、ね、敷居が高いって言いながらも大阪ランチュに関しては結構なんていうんですかね、丈夫ですし買いやすいと思うんですよね。朝食の手間を考えなければ、朝食しないって考えれば、そこまで他の金魚と比べても飼いやすいと思いますし、大阪ランチューっていうのはすごいやりやすいと思いますね。南京とかね、土佐金とか地金っていうのは、素晴らしい魚作るのは本当これ大変なんだろうなっていうふうに思いますね。地金に関してはやっぱり朝食の技術がね、うまく抜けなかったですもんね、自分も。まあいきなり1回目でやってうまく抜けるわけではないんでしょうけど、僕は手先が不器用なんで、やっぱり朝食っていうのは苦手なんですよね。出雲南紀に関してはやっぱり水量と泳がせ方だったりね、そういうところがあるので、これもやってみて難しいなって思いましたね。で話を聞いてもやっぱり難しいなっていうのは思うんで、で土佐金もね丸鉢で飼ってっていうのでね、いろいろ手をかけてあげないといけないっていう、本当ね、日本人特有の魚なんだなっていうふうに地金魚ね、思います。津軽錦もすごいいい魚なんですけどね、あれは本当は深さがちょっとあった方がいいっていう話をなんか聞いた記憶があるので、結構大きい叩きで飼ってるはずなんですよね、青森の人だと。まあ尾も長いし綺麗な魚ですよね、あれでも横目で見たらすごいかっこいいのになと思うんで、上身の魚といっても横身でも魚は本当に通用する魚だと思うんで、まあ、僕は横身大好きですね。本当キャリコ柄のねやつ、まあ、今ミワニシキって呼ばれたやつですから、それが欲しいんですけどね。ただまあ買う場所も今そんな場所がないんで、まあちょっとこれはおいおい考えていければ、津軽ニシキも本当にいい金魚なのでね、何かできたらいいなと思うんですけど、まあちょっとそっちも話が全然進んでないという残念な話なんですけど、ということで、今日も、まあ、今日も暑そうですね。ちょっと、風は涼しいんですけど、日差しが強いんでね。この時期はこんな感じですよね。で、またどんどん寒くなっていくんで、まあ、あとはこの間の台風が来てね、ちょっと調子崩したって話、ちょろちょろ聞くんで、
で、まあ、温度変化あるときはね、魚の方皆さん気をつけていただければと思います。そんな感じで今日も一日皆さん頑張ってください。ありがとうございました。